こんにちは。なんかいいよ。これなんですかね。年末のあの笑ってはいけないに近いよね。前段何のあの打ち合わせもなくこうね何をやるとかもないわけじゃないですか。それいきなりやろうぜはちょっと辛いものがある。今日はあのあれですよ、ダメ出しはなしで。ダメ出しはなし。緩やかな感じ。あのこれ事前にあのカウントダウンをしてるんですけど、あのカウントダウンのところからあの今喋ってる内容も全部あの出しますのでよろしくお願いします。なるほど。その前がわかる感じ。カウントダウンの前はねちょっとあの公開できない話をしていたので。ちょっとさすがにそれはあのちょっとカットしますけど、まあ人足りないですね、はい、っていう話をしましたね。はい、そうですね。はい、ということで明けましておめでとうございます。あ、そうだね、もう2月だけどね。前回いつやりましたっけ。いつだ、 10月ぐらい、うん、ちょっと前かな、うん、そうだね。その後すぐドットネット600だったから、で年末やれずだもんね。そうそうそう、あ、600の前ですか、うん、なるほど。600どうでした、満足いきましたか。600年、いやもうフラストレーションたまりまくる。いや、あれだけ喋ってね。だって、いよいよこっからがなんか今まで全然喋ってないこともオンパレードみたいなところでバッサリ切られたんですよ。ちょっとまず600の説明を違うとしたせっかくなので。いや、あのドットネット600/2018っていうイベントをちょっとあの開催しまして、あの名古屋でやったんですけど、でまあ、そこではあの登壇者の方に、まあ、あの普段こうあの普通には解説できないようなことも含めて、うん、技術的に高いレベルのことを喋ってもらっていいという前提で皆さんにあの登壇していただいて、あの思い思い あのネタをね披露してもらったんですけど、で私もあの喋ったんですけど、ちょっとあの全然喋りたくなかった感じで。他の方々はね、まああの割と時間通りというか、うん、そうだね、割と内容もいろんな、ね、多岐にわたって、はい、そのまあ、アジュールの話からね、デバイスの話からね、はい、あ、いいじゃないですか。でコードなんで僕だけコード書く筆頭の方々のこう松井さんの話がねこう、うん、ヒートアップしていき、これ絶対終わんねえなと思ったら案の定終わらなかったっていう、なんかね、この人があの後ろでねボードであと5分とかやるんですよ。いや5分っていや無理でしょみたいな。ちょっとあれですね、今年はちょっとまだいつやるか決まってないけど、うん、ちょっとタイムスケジュールをねもうちょっとうまいこと組みたいですね。あ、そうですね、松井の時間とそれ以外みたいなラインの方がきっと、じゃあ松井が部屋でみたいな特設会場、それ別抜きです。もうずっとずっと一日中それ喋ってるみたいな。一応1時間に1回の休憩は入れようかなとは思う。あの休憩は入れましょう。あの IoT アクションでちょっとそう思いました。そんなのイベントディスるのはちょっと、ああそうですね、やめておきましょう。まあちょっと長めでね、辛めの、そう長いとちょっと辛い、あのトイレにもちょっと行きたかった感もあったので、あの休憩は入れましょう。はい、1時間に1回入れて、それが5コマぐらいあればいいですか。まあそれは喋り疲れるっていうね、足りない、そうね、最後声出ない、足りないかもしれないけど疲れる、うん、最後の最後 最後のまあでもまあまあまあなんかそれなりに、ね、600は達成感ある、ああまあまあそうです、楽しかったですね、はい、よかったです、はい、また今年もやりたいですね。ああ、そうですね、意欲的ですね、はい、あのドットネット600はまあ多分秋ぐらいですかね、まだなあの全然あのノースケジュールですけど、うん、秋ぐらいにやることになるかなと思います。またあの皆さん興味があれば参加してみてください。名古屋で、はい、はい、名古屋 で今日は前置きがめちゃくちゃ長くなりましたけど、今日はですね、5分ぐらいですねもう5分経ったね、はい、これですね、はい、はい、これなんて読むんですか。これリボタン、リボタン、リボタンとは何でしょう、はい、それなんでボタンにリがついたのっていうのもありますね。いや、そんな深い。いや、二人で、松井さんとこの間二人でね、これボタンの最定義って意味なのかなと思って聞いたんですけど。あ、なるほど。ちょっと、その前に、あの、いつも、あの、僕と、あの、松井と、松岡さんの二人で喋ってるんですけど、今日は、あの、スペシャルゲスト、としてあの加藤さん、加藤です、よろしくお願いします、はい、はい、来てもらってます。何者だってなっちゃう、はい、そうですね、いやスライド用意してないんですよねもう行き当たりばったりで、まあ次回はあるのかどうかわかんないですけど、はい、その場合はスライド作りますから、はい、ああいいですね、紹介用のね、あのバッチリ作って
あの出すようにします。はい、すいませんでした。ドットネットの客とかね、うん、手伝っていただいて、ね。あ、そうですね。はい。このニュースの開発絡みだと、はい、チューブでは、ブイブイ。というかね、全国的にね、あの実はあの影の支配者と呼ばれてる。全国的になんですかね。そんなにあの顔の知名度はないけれども、なんか実は裏で暗躍してる。まあ、暗躍は多いですね。よろしくお願いします。はい、でちょっとあの話を折りましたけども、リボタンですね。リボタン、これですかね。はい、ああこれですね。はい、これリボタンっていうことで、美味しそうな抹茶プリンですね。うん、そうそうそう、あのみんなでね抹茶プリンって呼んでるんですよ。でこれこの絵の、まあ、右下にシードのロゴが入ってますけど、はいはい、これあのシードと、マイクロソフトで一応共同に開発して。はい、あのシードが製造している、うんうん、まあ、製品ですね。これ どっかから手に入るんですか？でこれ、まあ、ちょっと名前の通り、うん、なんていうんですかね、こう押したら、うん、なんか何かが起こる、何か起こるっていう、こう、はい、ボタンのハードウェアなんですけど、はいはいはい、でこのハードウェアが、まあ、今はまだ販売されていなくて、はい、先ほどちょっとちらっと松井さんが言ってた IoT in Action っていう、はい、マイクロソフトのグローバルなイベントがあるんですけど、はいはい、そのグローバルなイベントで、アンケートに答えるともらえる、うんうんうん、時がある。うん、あ、まあね。その IoT アクションのグローバルの全てのイベントで配布しているわけではなくて、はい、ごく一部あります。まあ、日本ではこの間やってくれた。そうですね。日本はちょうど先月ですね。うんうん、東京であったんですけど。あれまだこれって世界的には残りがあるんですか？結構後ろの方かなと思って。まあ MS さんの在庫次第だと。あ、そうですね。あれで IoT アクション自体はまだあるんだっけ？まだあります。まだあります。まだ例えば大きいとこだと、ドイツでありますね。あ、そうなんだ。はい、ドイツか。今からボタン手に入れようとしたらドイツに行くと。そうですね。気軽に言われましたね。はい、こちらですね。でこの右側に予定の日程があるんですが。はい、オーランド、ニュル、うん、あ、ニュルがドイツですね。うん、あとシドニーですかね。いいね、はい、車走らせるついでに行きますかみたいな。それはあの GT3 企画の車でも用意するんですよね。ただちょっとどこで配布されるかは、うん、ちょっとこれマイクロソフトさんの話なので、はい、ここではちょっとわからないんですけど。で、このイベントで、うん、まあ、先ほどアンケート答えたらって言ったんですけど、うん、まあ、まあ簡単に言えばノベルティですよね。うん、はい、はいはい、配っている。まあ普通ノベルティっていうとね、なんか首からぶら下げるやつとか、なんかあのペンとかね、だけどバッテリーとかね、あ、そうそうそう、今一般に売ってるものを、まあすでに売ってるものに会社のこう名前をちょっと入れてっていう感じがあるんですけど、これはどちらかというと逆ですね、一般に販売してないもので、はい、はい、これはですね、マイクロソフトのロゴ入ってたり、シードさんのロゴ入ってたりしない、ああ、という感じですね、普通はどうなのかな。ですね、ここに一応物があるんですけど、ちょっと待ってくださいね。箱こんな感じ？はい。あの、こういう、こういう感じになってます、うん、はいはい。こういう感じになってまして、見えるかな、うん、で、ここにマイクロソフト IoT アクションって書かれてます、うんうん、はい。で、まあ、裏にシードの名前が入ってるんですけど、うん、でこの帯をこうパコッと取ると、まあ、リボタンの箱になってます、うん、で、はい、この中に製品が入っていると、うん、なので IoT アクションのイベントではこの帯がついてて、うん、多分一般販売した場合はこの帯がないような形に、まあ、多分まだ販売はされてないですね。販売はまだですね、うん、はい、はい、販売は一応する予定ではあります。バジルの認証が通ってるって、うん、あ、そうですね、バジルサーティファイド、はい、通ってます。で、何ができるかというと、そうですね、で、あ、それはね、この資料だとちょっと分かりにくいんですが、はい、まあ、こんな絵でですね、うんうん、ボタンがですね、これ Wi-Fi につながる部品が中に入っていて、はいはいはい、でボタンをポチッと押すと、うん、まあ、Wi-Fi 経由で、まあ、Azure のサービスに通知がいくと、うんうんうん、まあ、標準で入っているソフトだと、うん、まあ、IoT セントラル、うん、もしくは IoT ハブに、うん、まあ、メッセージが飛ぶっていうものになってます、うんうんうん、あとはまあボタンのところにちょっと LED がついてて、うん、
今送ってますよみたいな、はいはい、表示があったりとか、一応出せるとします。とちょっと細かい話をすると、そのボタンは、まあ、ワンクリック以外に、まあ、いくつかパターンがあって、うん、シングル、ダブル、トリプルと、あと長押しみたいな、はい、5パターンのものが、はい、まあ、通知できると。ああ、なるほどね、はい、スーパーロングプレス僕よ、なんか、はい、グローブセンサーサポートって書いてある。そうですね。であとはこれちょっと、まあ、他社の、うん、A 社さんとかですね、うん、もうボタン有名ですけどと比べてちょっと違うのがですね、開発ができたりカスタマイズができるっていうボタンになってます、うん、はい、まあ、その関係で、じゃあちょっと下の方に行きますけど、この裏蓋ですね、はい、裏蓋のとこに、J タグパッドって言って、こうパソコンとつないでプログラムを突っ込む、まあ、自分で改造することができるであるとか、はいはい、あとハードウェアとしてグローブコネクターっていう、まあ、コネクターがついてるんですね、うん、はい、あのセンサーを追加することができると、うん、そういうものになってます、はい、まあ、ちょっと特徴ですね。ミスさんのスライドだと何て書いてあるかな、デベロップメントツールって書いてます、ね、確か。ちなみにセンサー追加した場合ってボタンを押したらセンサーデータが飛んでいくって。あ、でそこは、プログラムを自分で作って入れないといけないので、そこはどういう形でもできます。例えば、はい、押した時に追加の情報で、例えばあの距離とか重量とかを送るっていうこともできますし、うん、まあ、ソフトを入れ替えればこう定期的にこうセンサーの値を読んで送るみたいなのも、はい、なるほど。じゃあずっとボタンがアクティブな状態。そうそうそう、まあ、その代わりちょっとこれ電池駆動なので電池減りが早くなっちゃいますよね。そういう場合はちょっと、電池をこう頻繁に交換するのか、まあ、外部電源化するか改造して、そうですね、電源つなぎ込むか、まあ、なんかしなきゃいけないですけど、まあ、改造向きな感じですね。まあ、改造が可能です。そういう意味で言うとですね、これ、どっかに書いてあったかな、あ、ありますね、ハードウェアとか、うん、ハードウェア、ソフトウェア、あと、スケマティックスって回路のものがすべてオープンソースになってます、うん、はい、まあ、よくあるのが回路図が公開されてるけどソフト公開されてないとか、まあ、ソフトだけ公開されてないとかあると思いますが、メカニカルの部分も公開されてるので、まあ、ご自身でそのデータ改変して、まあ、3D プリンターで出すとかね、はい、まあ、基板も、図面変更して、まあ、うちの方にオーダーいただくとかそういうこともまあ楽しめるようになりますね。そうそう、指導者のボタンが作れると。そうですね、リリボタンみたいな感じ、はい、みたいな、またかいいですね。なんか外部電源を簡単に取り入れるようにするだとか、あるいはなんかUSB 経由でなんかこう、ね、デバッグできるようにするみたいなのは、ひょっとしたら誰かすごい力のある人がやってみるっていうのを考えるかもしれないですね。そうですね、外部電源は今ちょっとつなぎにくいですね。この電池のものしかなくてコネクターが出てないので、うん、そこはぜひなんか誰かチャレンジングしてもらいたいなと思います。3ボルト、はい、3ボルト。ただこれ中に昇圧用の IC が入ってるので、うん、1.5 でも動きます。おお、なるほど。まあ、1.5 から3ぐらいまでを、3.3 に安定化するっていうのが動きますので。ああ、そうか、そうか、はい、あ、3.3 か。そうですね、2本しかないもんね。実際電池1本でも動くのは確認してます、ね、うん、はい、おお、すごい。まあ、そのあたりは GitHub 上で公開されているので、はい、強い方は見ていただく、うん、そうですね、はい、ただこうちょっと製品の特徴としては強い方向けではなくてですね、うん、やっぱりまあよくあるなんていうかね、開発キットって、うん、買ってからこう実際にクラウドにデータを送るまでに OS 入れなきゃいけないとか、まず SD を焼くのにどうやってやるんだとか、ダウンロードするのに何ギガとかですね、どの製品かなんとなくバレちゃいますけど、あまりにすらないとか、まああるじゃないですか。まあその点をちょっと解消したいよねっていうのがあって、これは買ってきて電池をポテッと突っ込んで、あと Wi-Fi の設定ですね、をすればもうボタンを押したものが通知で飛ぶと、まあそこの手軽さがまあいいですよ、うん、はい、っていうものになります、はいはい、なるほど。
で今日は、このリボタン、まあ、紹介で終わりあでちょうど今、まあ、映っちゃいましたけど、はい、今ここに松井さんが先日、うんはい、ヤバスに乗ってボタンをゲットしたあれねいや疲れがなければまあこれもこういうのもいいかなみたいな。ああちょっとねあの夜行バスで僕乗ったことなかったんでちょうどいいやと思って乗ってみたんですよ。ああなるほどね。うん、でしかもなんかそのビジネスクラスとかですねなんかいいシートとかなんかそういうのが最近のやつを選べるということが分かり、まあこれ自体でもうなんかいつから乗ってないんだみたいな感じなんですけど、うん、そういうの知らなくてであんなじゃあまあどんな感じか乗ってみるかみたいな感じで乗ってみたんだけど。寝れない辛い それだけでしたなんかそれだけなのそれだけの思い出がそうそうそういい思い出はないとあいやいやだからそこがあの、微妙だったところで、まあ、それ以外の点ではそう悪くないなんかシートもあのグリーン車級のなんかシートだと言って語弊があるわけじゃない感じでなんか結構いい感じだったんですね寝れなかったのやっぱ振動うん振動だねやっぱりね、うん揺れた方が寝れるって人もいますから、ね、まあね、うん、だからあれの方がいい周りの人ねなんかあの時々起きてはスマホやってる人もいればもうぐっすり寝てる人もいてまあなんか会う人と同じ人があるのかなみたいなでそのちょっと苦労もあって、うん、今ここに、はい、そうです苦労のリボタンですか、はい、その IoT アクションで、はいね、アンケート答えて、はい、答えましたよちゃんと真面目に答えましたがあるので今日は、はいこれまだあの動かしてみてないっていうことなので、そうなんですよ。あのこれをこう、はい、初めて動かすっていうかなみたいな。はい、はい、やってみようかな。あ、そうですね。うん、初めてのボタン。初めてのボタン。一応こっちにも一個ですね。こ、はい、れも私のやつですけど。まあこんな感じであの中身入ってます。まあ一回出してはいるんですけど、眺めてちょっと時間がないのでそのまましまったという。まずはということではこういう感じですかね。どこから。どっからやる感じなんですかね。買った場合は買った場合っていうかまあ全ばらしして帰ろう。一応こう見るとですね、あのこの緑色の抹茶プリンの抹茶の部分ですね。このボタンになってるんですけど、これちょっと柔らかい素材でできてます。あの周りのあの白いところはプラスチックですね。硬いんですけど、ここはちょっと柔らかくてですね、ここなんかこだわりらしいですね。なんかちょっとこうクリック感が気持ちいいっていう感じ。どうでもいい素材の説明から入ってなんかこれからなんか月々2980円の10回払いみたいなそういう話はしない良質の抹茶プリンはい贈答品にいいですねはい、はい、そうですね、はい、ではであと LED がついてますがここにちょっと見にくいですね、まあ、今日どうですかねちょっと時間もあれなので、はいまあ、これを押したら、うんまあ、先ほどちょっと図出したあの IoT セントラルの方に表示が出るぐらいまでは自力でいけると良いなと思うんですが、うんうんですねはい、頑張ってみます。あれですか、やっぱりそのピザ屋に発注飛ぶぐらいまでいかないんですか。ピザ屋難しい。ピザ屋に発注が飛んでピザが来るまでがやりたいけどね。遠足かなみたいな。それでなんか某ピザ屋の API をまず調べてみたいな話なんで、多分なんか今日ちょっと終わらない。それができるまでは飲み食いは禁止なんです。辛いわ。どういうハッカーさん。発注先間違えて寿司屋に行っちゃった。カメラ変えましょうか。はい。じゃあまあやりますか。はい。あ今なんかおもむろに。マニュアルは何も見ずに蓋を開けました。蓋開けました。はい。え、まずかったんですか。一般的な多分ユーザー。で、こうジャンパーを変えてきたりとかしないけど。はい。ジャンパーついてますね。あ、ついてますね。うん、これ何のジャンパー？これジャンパーはですね、英語マニュアルに付いてますけど。説明あったもんね。下の。あ、これ物の画面の方で大丈夫ですよ。あ、そうですか。はい。いや、なんか。大丈夫です。あ、そこにあるのかな。多分カメラ切り替えない方が分かりやすいかなと思って。あ、そうです。はい、いや、なんか映んないかなと思って小さくてね。すいませんね。手元カメラがいいですよね。あ、そうね。手元カメラ欲しい、はい。ジャンパースイッチはここに説明によるとジャンパースイッチって書いてますね。なるほど、ジャンパースイッチ。使い方は全く書いてありません。あ、書いてありません。なんかリセットできるとかそういう話じゃない。あ。鋭いですね。その通りなんです。これジャンパーをつなぐと、
あの設定が工場出荷時に戻るっていう、あ、はいはいはい、まあ、Wi-Fi の設定とかね、まあ、変更しちゃってもうどうにもならなくなっちゃったりとか、あ、なるほど、戻すっていうのがまず一つと、はいはいはい、あともう一点ですね、ちょっとここ分かりにくいんですけど、うん、あのこのリボタンって節電のためにボタンを押した時に電源が入るっていう構造になってます、うんうんうん、で、こうピッてメッセージをクラウドに上げたら電源切れる、うん、まあ、自殺するっていう感じなんですけど、さっきあのプログラミング可能ってちょっと説明しました、ね、うん、はいはい、JTAG で、うん、でプログラミングしてる最中に電源を入れとかないとプログラミングできないので、あ、はい、なるほどね、そのためこのジャンパーが出てます。これじゃあジャンパーをショートして、うん、それで電源を入れておいて、プログラマーでプログラムを転送するっていう。これ単にジャンパーは常時オンにするためのものということ、いや、常時オン とあと工場出荷時になるっていう。これ3本出てたっけ、うん、2本ですね、2本ショートにショートするショートするだけ。もう今やってみてもいいんじゃないですか、うん、あ、電池貼ってないとかね、うん、今電池貼ってへぇ、はい、というものです。あ、なるほど、ね、じゃあ、うん、ジャンパーをショートさせた状態で電源入れると、はい、保存してたものが全部消えちゃうってこと？あーと、設定しておいた設定値ですよね、消えちゃいます、うん、消えちゃいます、うん、あ、そうなんだ、はい、そうです。プログラミングで転送したものとかどうなるんだろう、はい、あー、そういう意味ではあの、ショートして電源が入ると、要はソフトウェアの方で、うん、ショートしてるかどうかで条件分岐して、あ、それが分かる、はい、でプログラムが飛んじゃうわけじゃなくて、そのプログラムの中で設定した値を消すっていうプログラムが今入ってるので、あ、そういうこと、はい、その設定の部分だけです、プログラムが吹っ飛ぶわけではないです、ね、なるほどなるほど、はい、じゃあ安心してジャンパーオンにできる、電池、ね、電池ありますか、あ、電池ね、電池ありますよ、さっきあったの、あ、ちょっとお借りしようかな、じゃあこの、うん、私の某百均の電池を、はい、じゃあこれをですね、今からこいつに電池を入れますね。もう入れちゃっていいんですよね、事前になんかドキドキしますね、 なぜ何も言わないもう入れちゃう、多分大丈夫ですよ、皮膚、うん、とかなったら隣、うん、の方がアタフタするぐらい。 LED はつかない、 LED つかないですか、うん、LED どこでしたっけ、この表面にね、ちっちゃい穴が、ちょっともうカメラじゃ見えない、うん、見えない、1ミリぐらいありますね。せっかくなんでさっき話してたジャンパーちょっとショートしてみますか。あ、じゃあ、はい、ひょっとして LED つきますかね。じゃあショートしますね、パスンとショートしました。あ、ついた、なんかピカピカ点滅してます、点滅してます、赤色、赤色、はい、あ、消えた、ん、赤色で点滅、うん、赤色で点滅、うん、これ色変わるんですか。そうですね、これはフルカラーのLED なので、あ、なるほど、はい、動作状況によって色が違います。今赤点滅してる、そうですね、ちょっと見えるか、後ろ、あ、見えてますね、赤で点滅してます、ね、はい、こんな感じで点滅する、はい、これはあれですね、なんか異常っぽい感じですね、異常っぽいというか、まあ、リセットしたっていう感じです、いきなり動かないの、初期不良どうしようみたいな、異常って言っちゃ感じですねあ、ちょっとカメラ一応用意しておきますか、こっちで、ああ、そっちのね、はいはい、ここに、はい、ここに、ここね、うん、あれ、ちょっと待って、シール貼ってあった、うん、あ、シールだ、シール、はい、クロンパンクセリア、はい、OK です、切り替えますね、これで、あ、赤点滅しました、ああ、ちょっとピンが合わないですけどね、ああ、合いました、やむを得ない感じ、はい、こんな感じですね、はいはい、裏はこうで、ちょっと光の加減があれですけど、ここにジャンパーがあって、今ジャンパーを刺してショートさせてる感じです ですね。これだとちょっと、はい、あの大事な電池が入ってっちゃうので、はい、で100均の電池でこの後どうするんですそのあれですね、全く自力でやろうとしないんですよ、はい、そうです、いや、しゃべりがとりあえずあのピン元に戻すことに、はい、そうですよね、あ、まず戻してください、戻す、はい、戻しました、ちょっと 戻してないけど戻しました、はい、外しました、はい、ちょっと見えるかどうかわかんないですけど、はい、あ、見えます見えます、大丈夫です、はい、はい、ちなみに裏のそのジャンパーですね、はい、割とゆるゆるなので、はい、あの落としてなくさないように、あまあまあまあ、はい、はい、大丈夫です、はい、でじゃあ、ちょっとボタンを押してみましょう、うん、早速、はい、
ポチとな。ん？あ、ちょっと今カメラ映ってるところ押してもらっていいですか。ポチ。あ、あと光った。あ、なんか青に光って赤くなった。あ、そうですね。青に光って赤くなりました。これ青に光ったのは、うん、クリックが押されたシングルクリックだって判断したんですね。はいはい、で、次に、うん、じゃあ Wi-Fi につないでクラウドに送りましょうって言った時に、どの Wi-Fi に繋いでいいかまだ何も設定をしていないので赤点滅でなんかちょっと異常で、なるほど、もう一回ちょっとやってみてもらっていいですか。はい、あ、そうなんです、これですね、クリックがちょっとコツが必要ですね。ほう、押した時に電源入るので、うん、電源入るのちょっと遅いんですよ。なのでつくまで、はい、つくのを確認するまで最初は押さないと、はいはいはい、今光りましたね。今もう一回やってもらいますか。こう、はい、離す。で、ちなみにあんまり押してると今度長押しになっちゃうので、はいはいはい、それだけ難しいです。なので、うん、一番最初だけつくまで押しとくみたいな。あ、そうですね、はいはい、それちょっと、あ、もうバッチリです、完璧ですよ。よくわかる、ボタンマスターダブルクリックできますか。え、こうだ。あ、できましたね、今できたんですけど。あ、できたんですか。そんな慌てなくてもいい。難しいですよ。もうちょっと落ち着いてやってもらえるでしょ。はい、最初が反応が悪いので、こう、はい、ちょっとやってみましょうか。はい、これこう見えてますね。今ね、押しますよ。こういう感じですね。あ、こう、だ、一番最初光り始めだけ遅いので、うん、そこだけ見てなきゃいけないですけど、はい、あとは、ね、まあ、ポッチポッチポッチって感じで。うん、はい、トリプルクリックとかどうですか。あ、色が変わるんですね。カメラ、カメラ、あ、ごめんなさい、色を見たかった。色が変わってますね。はい、あ、なるほど、はい、もっとゆっくりでも大丈夫ですけど、ね、はい、もっとゆっくりの方が多分カメラ的にこう助かるかな。、はい、なるほど、あ、これでもう多分コツをつかんだ。あ、ボタンマスター現れる。今ちょっと大事なのはあれですね、最初ポチッじゃちょっと動かない、うんうん、そうそうですね、なるほどね。映るところでやってみてください。あ、大丈夫です。あそこに。今度はダメだと。それではダメですね。うん。あ、ちょっと押さない。はい。あ、はいはいはい。あ、なるほど。あ、いいですね。もう一回でマスターする。いや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 、さすが。あ、もう。免許改善のマスター。さすが、出るまくないわ。では、今は、これで、電源が入って、通信しようとしたけど、ボタンも使い方が分かりました。はいはい、分かりました。じゃあ次はいよいよその、通信先に飛ばすために、もうこれは事前に設定しなきゃいけないので、はい、それをやってもらいたいと思います。はい、で、やり方はですね、そうね、これね、一番最初もらった時にどうやって設定すんねんっていう話題になった。そうなんです、そうなんです。でこれはですね、まず松井さんの画面に切り替えてもらって、はい、じゃあこれ、はい、で、じゃあボタンの方を、はい、あ、ボタンどうしようかな、こっちの画面に変えてもらっていいですか。ああ、それはこう、ん、ああ、はい、OK ですね。でこれをまだ押さないでくださいね。はいはい、これボタンって5パターンあるって言いました。シングル、ダブル、トリプル、 あとはロングとスーパーロング、うんうんうん、でさらに長押しはですね、ロングとスーパーロングの次に、なんて言ったかな、ウルトラだったかな、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、要するに長い。要するに長い、すごい長く押す、すごい長く押すっていう操作が実はあって、はいはい、すごい長く押すと、こいつがアクセスポイントになります。はいはいはい、まずそれをやってください。ずっと押してればいいってことですね。ずっと押します。はい、じゃあ押しますね。具体的にはですね、10秒。結構長い。で、この次が、この次が、あ、これで OK です。OK。あ、白に光ってますね。白なんですが、はい。この、で、これで、今、アクセスポイントになった状態です。はい。なりましたので、では、松井さんの PC で、あ、いいですね。で、はい。リボタンのアクセスポイントが立っているはずなので、そこにつなぎます。どれかな。具体的にはですね、これかな、 AZB- ホニャララ、あ、これです ね、 そ、 ですね、はい、それ選んで、はい、でも、はい、コネクトで、でこれ接続完了までちょっと時間かかるので、はい、これを無視して、はい、ブラウザーを立ち上げてください。あ、はい、でブラウザーで192.168.0.1212 12? 1、あ、1、はい、
おお、起きました、ね、これが、うん、これでリボタンに今接続して、おお、なるほど、設定のページが出ている、はい、はいはい、でこのうち、うん、今からやるのに必要なのは Wi-Fi の設定と、そうですね、セントラルの設定、うん、セントラルでもセントラルまだ用意してないから、まあそうですね、Wi-Fi の設定しましょうか、はい、はい、あ、来ましたね、で、リボタンからつなぐアクセスポイントを選ぶ、ほげほげ、これですね、はい、パスワード入れる、はい、はい、であとはタイムサーバーからで OK です、はい、で、セーブする。で、セーブする。これで、うん、Wi-Fi の設定が完了しました。マジですか。簡単じゃないですか。簡単じゃないですか。で、これはまだ今はまだアクセスポイントモードになっていて、はい、で、シャットダウンをすると、うん、あ、これですね。あ、そうか。今、点滅してますね。まだ押してないですけど、ここで、はい、まだ、はい、点滅中なので、はい、点滅中ですね、はい、じゃあ今から押しますね、さっきのボタンをシャットダウンボタンを押します、押しました、そうすると消えた、あ、消えました、消えました、あ、消えました、これで準備完了ということこれで Wi-Fi の設定が入った状態です、うん、あ、じゃあここで、ボタンをじゃシングルクリックしてみましょう、あ、ちょっと先にこっちに、あ、大丈夫です、はい、すいません、で、これでこいつをシングルクリックする、はい、すると多分さっきと比べてその Wi-Fi につなぎに行くっていう動作がちゃんと動くようになったので、はいはい、若干長くなります、ね、あ、そうですね、あ、なんか、あ、なんかそうですね、最後なんか赤いのが点滅するのは考えなかったけど、 Wi-Fi につながって多分つながって、はいはい、つながったと今度は IoT センタルで IoT ハブに送ろうとするんですけど、うん、まあ、何もどっちも設定がないのでやっぱり赤だ、ね、なるほどね、あ、ちょっと進んだ、ちょっと長くなる、はい、いいですね、じゃあ次はそれをやりますか、次はそれまたアクセスポイントモードにする、そうです、ただ、今からやるのはその IoT ハブか IoT センタル用意してないと設定ができないので、あ、かとくとバッテリーが減ってしまうから先に設定した方がいいってことですね、あとですね、うん、これ長押しでアクセスポイントにすると、うん、10分だったかな、うん、で自動的に切れるっていうちょっと仕掛けになっているので、はいはいはい、まあ、先に、うん、やっておいてってことですね、じゃあちょっとボタンの話はじゃあ一旦ちょっと離れて IoT セントラル行きましょう、 IoT セントラルってちなみに使ったことありますか、ないです、ないですよね、うん、ないんですよ、今結構いいんですよ、何がいいか全然、ちなみに IoT セントラルの説明はしない、あ、IoT セントラルの説明は、ね、まあいいですかね、そんなもん、え、一言で言うとどうなんですか、一言で言うとですね、その、うん、Azure IoT っていうその、Azure の中の IoT のサービスって、はい、まあ有名なの、あの IoT ハブ、うん、まあ、有名だと思います、はい、ただ IoT ハブって実際使うと、あ、ちょっと待ってカメラが切れてる実際使うと、うん、なんていうんですかね、データをこう受け取る口はできるけど、うん、その見るものがなくて、うん、あ、なるほど、なんかコマンドラインツールとか、うん、なんか別途、まあ、サーバー作るとかね、なんかテキストで見えるとか、そういう感じなんですよ、まあ、で、じゃあグラフで見たいとか、なんか設定とかやりたいとかっていうと、以前は IoT スイート、うん、今だとあのアクセラレーターですね、Azure、うんうん、なんですけど、あちらはそのサービスが結構モリモリ入ってですね、うん、まあ、なかなかややこしいところがありますということで、この Azure IoT Central は、もうちょっとこう使いやすいっていうポジションのものになります、うん、と簡単に言うとですね、その IoT Hub よりも簡単にセットアップができて、うんうん、その上で、グラフ表示とかそのビュー UI ですね、うん、の部分もできるっていう、うん、本当？これで本当なんですか？で、その代わり自由度はあまりないです。はいはいはい、要はそのグラフの表示をカスタマイズしたりとか、うん、データを加工してどうのこうの、で、できない部分があるので、うん、なので以前は、お試しは IoT Hub につないでテキストで見る。うんうん、で、より拡張したい場合はウェブアップとかいろいろ作り、うん、もしくはアクセラレーター使う、うん、だったんですが、今であれば、まずやるなら IoT セントラルがおすすめです、うん、でちょっとカスタマイズ、軽いカスタマイズであれば IoT ハブ、うん、なるほど、大規模を狙うんであれば、まあ、アクセラレーターでカスタマイズが、イメージ的にはその Azure 上にあるいろんなサービスの
まあ、いいとこ取りをしてワンパッケージに収めた。でアクセレレーターと違うのはワンパッケージに収めたそのワンパッケージの個別のものを触れないんです。おお、なるほどね。カスタマイズがなかなか難しい。カスタマその IoT セントラルを修正っていう考え方はないです。もともと用意されているものしかできない。だからまあ、例えば、IoT のソリューションを一から作るような場合 でとりあえず疎通確認したいと か、うんうん、なんかそういう時に、まあ、使う分には全然簡単にいけそうだということです。ただ、ね、IoT ハブはやっぱカスタマイズができるので、うんうん、なんですかね、カスタマイズをする工数をかけるメリットがあるかどうかを見極めるもっと最初の段階であれば、うんうんうん、IoT セントラルの方が手早くパッとできるので、はい、でそれを見て、いやこうしたいなしたいなっていうのが出てくれば、うん、そこにまあお金を突っ込んで、うん、アクセラレーターから改造するとか、うん、なるほど、そういうやり方があります。そうですね、うん、実際ちょっと触ってもらうとですね、そうですね、やりましょうかね。おっと多分思うはずだね。ちなみにお高いんですか？これがですね、プレビューの時がですね高かったんです。ああ、高くて僕も触れませんでした。ああ、ですね、確か月5万円とか。お、結構ですね。まあ趣味はさようならみたいな。、うん、ちょっと僕のポケットからはなかなかですけど。いやそんなことないじゃん。ですが、うん、その GA 去年の10月だったかな、うん、GA しまして、 GA した結果ですね、そのデバイス数に応じた金額設定になって、うんうん、はい、かつ5デバイスまでは無償っていう。あ、じゃあ本当になんか試す分にはお金かけられず、はい、だからまあホビーでも一応いける感じっていうか、はい、さらにその日数が、日数制限、うん、何日間かだけであれば完全無償でできるっていう、その口もあってですね、はい、まあいいですね、だいぶ敷居下がった感じですね、それは、はい、まあ、そういう意味では逆に数がバーって増えると、うん、その1個あたりの単価はその IoT ハブとかバラバラで組むよりはちょっと高いかなと思うのと、やっぱり自由度が低いので、まあそこで引っかかって IoT セントラル以外のものを使い始めるっていう動きになる。まあ普通でもそうですよね、普通にプロダクションって言ったらそのフルカスタマイズ前提なので、まあいい割り切りのような気がします。だからエントリーでは特に使っていただきたいっていうものになります。なるほどね。でこれですね、あ、今画面出てますかね。あ、出てますね。はい、IoT セントラル、いろんな作り方のこう入り口があるんですが、はい、とてもおすすめなパスを教えます。URL を叩いてください。はい、はい、いきなり URL、はい、事前に共有されていない何かが。apps.Azure IoT セントラル。Azure、そのまま IoT セントラル。.com。.com。お叩いてください。はい、なんか来たぞ。はい、そうするとね、この IoT セントラルの、うん、ポータルページが出ます。はいはいはい、マイアプリケーション、これですね、うん、ちょっと今日はあれですね、リボタンじゃなくてこの話がだいぶ熱が入ってます。まあまあいいんじゃないですか。この IoT セントラルはですね、その、うん、通常 Azure のサービスだとその Azure ポータルから、はい、うん、ああそうですね、物を探して、うん、マーケットプレイスで、はい、でつなぎ込むと、うん、設定するってやったんですけど、この IoT セントラルはですね、その専用のポータルページが、はい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 、素晴らしい。ああ、いいですね。素晴らしいですか。これは素晴らしい。いや、さっきの話を聞いたら素晴らしいと思った。いや、そうだけど、Azure ちょっとやってるなっていう人から見ると、うん、統合されてないのって結構迷うポイントかなって気がする。で、まあ、あえてちょっと補足すると、僕はこれはその Azure がなくても、まずパッと試せるっていう点ですごくいいと思ってます。で、うん、Azure ポータルを使ってる方、Azure ポータル側からでも作れるんです。おー、うん、なるほど。で、僕は Azure ポータル側から実は作ったんですけど、うん、割と最近これを知ってです、はいはい、いいじゃん。apps.azureiotcentral.com にね、はい、これ SaaS のサービスなのでこういう形になってますね。はい、で、すでに右上で松井さんログインされちゃってます。あ、そうですね。僕のアカウントで、マイクロソフトアカウントで、まあ、ログインすると。はい、ただ Azure サブスクリプションとは紐付けはこれなくても使えるので、うん、はいはい、一旦はそういうその何でしょう、クレジットカードとかそういうのなくても試せるっていうものになってます。で、IoT セントラルの中は、一つの世界をアプリケーションと呼んでて、はい、アプリケーションの中にデバイスをいくつか登録するっていう流れなので、うん、はい、ここでアプリケーションを作る必要があります。はい、今松井さん何も作って。じゃあ、ニューアプリケーションで。はい。はい、ちょっと説明長くなっちゃいましたけど、はい、ここからはサラサラと。ちょっと行きます。
あ、ちなみに表示が英語表示ですね。日本語にしますか。あ、そうですね。皆さんのために、はい、僕は普段英語でやってますけど、これで。なんかこう、はい、なんすか、これですよね、はい、あ、来ました、はい、ここで評価版7日間か重量課金かってなります。評価版はこれ無償です、はい、で重量課金は、5台まで無料とありまして、うんうん、はい、その代わりこうこれサブスクリプションの紐付けが必要、あ、なるほど、という点で要は Azure のアカウントを使ってるか使ってないかで、はい、まあ、選び分けてもらえばいいかな。なるほど。サブスクリプションって Azure のこと言ってる。はい、うん、Azure のサブスクリプションですね。うん、まあ、今は、まあ、一旦評価版にします。あ、じゃあ、あ、はい、じゃあ、まあ、とりあえずこれで。評価版だったら重量課金になるんです。これで評価版が終わると消えるんです。消えるんですか。あ、じゃあこっちにしとこうかな、アカウント持ってるしな。まあ、作るのは別に簡単だから、ね。まあまあ、そうですね。まあ、どっちでもいいですよ。あ、まあいいや、じゃあとりあえずあの皆さんあのこれ聞いてる方は、はい、あのサブスクリプションないかもしれないんで、まあ、今日はとりあえず評価版で、ね、評価版がその日数行くまでに、はい、行く前にコピーれば確か重量課金にできたはずです、ね、一手間加えれば、うん、まあ、ちょっとこの辺正確さはあのマイクロソフトの担当エリアの方に、はい、聞いてこれってアプリケーション単位の話になるの。これはアプリケーション単位です。新しいアプリケーションを作るときに評価版選んだらまた7日間無料使用。あっとですね、1個しか確か作れないですね。あ、そういうこと。1人のアカウントで、うんうん、なんかプラスティックス機械やったからいっぱい作れるのかな。で、重量課金はいくつも作れる。あ、そういうこと。評価のアカウントが、アカウントというか、まあ、ものが1個しか作れないですね。あ、重量課金いくつもだったかな。ちょっと確認はしてるんですけど、うん、はい、確か評価版は1個しか作れないですね。で、評価版で、下にアプリケーションがあるんですけど、はい、これあの、あらかじめサンプルの設定が入ってるか入ってないかってものです。はい、で、はい、一番右のカスタムっていうのが、はい、これがカラーです。ああ、カラー、はい、はい。なので、一番右がまあ、おすすめですけど。あ、おすすめだ、まあ、な。これ、2ボタンが欲しかったんだ。あ、いいところできますね。ね、はい、僕そう思った。僕も欲しいと思います。あと、ちょっとね、文字が欠けてるあたりが、お粗末感が出ているので。カスタムアプリケーション。まあ、これ見てる MS さん。まあ、日本語ですからね。直していただいて。いや、今日は、あの、前向きな、さらっとディスニー。そしてこのサンプルコントソっていうのはね、これ私たちにはこう、総合勝者、コント総合者。これ一番右でお願いします。はい、じゃあ、はい、カスタムアプリケーション。何気なくマイクに背を向けて喋ってるんで入ってるのかどうかっちゃう。あ、多分大丈夫です。大丈夫です。で、アプリケーションは何でもいいです。はい。自由にどうぞ。後でも変えれます。工事アプリ。じゃあこうじゃあ工事とかにする、はい、で URL は、はい、他の人と被っていなければ、ああこれ、はい、これも後から変更可能です。はいはい、で作成をポチッと、はい、じゃあ作成します。この時には規約とか読まない感じ。はい、もう読みましたよね、松井さんね。はいはい、読みましたよ。約束、規約もう出来上がりました。あ、おお、とても早いですね。はい、でもここも結構すごくて、この一瞬でさまざまなものがプロビジョニングされて出来上がってきた、はい、クリエイトデバイステンプレート、これ細かく説明するとちょっとややこしいので、うん、はい、今回デバイスをつなぐ、はい、ボタンをつなぐ、はいはい、ところにちょっと特化して、はい、必要なものだけ説明します、はい、左のですねメニューから、はいはい、上から2つ目、はい、あ、それハンバーガーなので、あ、なるほど、じゃあこれですかね、はい、デバイスエクスプローラーなんで、はい、で、あ、違いました。ここにデバイスの一覧が出るんですけど、はいはいはい、今デバイスがない、ね。あ、ないですね。作らないといけないので、はい、メニューの下から3つ目ですね。アプリケーションビルダー。これですね。はい、デバイスセットって名前じゃないんですか。デバイステンプレートの作成というのをします。デバイステンプレートの作成。ここもね、ちょっとややこしいんですが、はい、テンプレートを作って、そのテンプレートにデバイスが紐づいているみたいな扱いなので、あ、はははは、デバイスを作るというよりテンプレートを作るという。そ有名称だ、はいはい、それはあれですか、なんか複数のリボタンを作るために、あ、だ関連付けるためにテンプレート1個だけ作るとかそういう感じですか。あ、そうです、あ、そうです、そういうことです、その通りです、はいはいはい、でカスタム選んでください、はい、でなんか名前つけてください。あ、じゃあ、あ、リボタンとかですか。こんな感じです。リボタンの方がいいですか。あ、いや、どちらでも全然大丈夫。あ、じゃあまあとりあえずこうしておきますか、はい、じゃあ作成で作ると、なんかデバイスっぽい名前が今出ました。はいはい、で、これですね、ちょっと左の上から2つ目のメニューを。これ。
エクスプローラー、これで左側にテンプレートが1個できて、はい、そのテンプレートのデバイスが1つ勝手にできてます、はい、かつ、はい、デバイスはですね、シミュレート済みとか書いてあると思うんです ですね、これ、はい、実際のデバイスではなく、うん、なんかダミー、あー、シミュレーターってことですかね、はい、でそれをじゃあちょっと選んでください、はい、シミュレーターを、あ、真ん中、ああ、クリックする、はい、するとこの、疑似的なデバイスの、うん、状態が見れたり設定できたりします、はいはいはい、なるほどね、はい、今何も設定してないので、うんうん、はい、ここまでがまずデバイス作るですね、はいはい、で、ではどうしようかな、ここからちょっとやり方がいろいろあるんですが、まあ、最低限だけやりましょう、うん、イベントを追加してください、ここちょっとやり方があってですね、うん、まず右のテンプレートの編集を選びます、はい、その上でイベント、あ、違う、新しい測定を選んで、新しい測定、はい、一番下、あ、もうちょっと上、あ、これですかね、はい、はい、で、ここにここにと入れると、でディスプレイネームは何でもいいんですが、うん、フィールド名はこれメッセージと入れてください、あ、そういうことですか、リボタンのハードウェアから飛んでくる、はい、ものと合わせなきゃいけないので、メッセージ、はい、OK です、はい、はい、あとはそのままでいいです、うん、で保存、そう、あ、これか、はい、で、ダウンロードします、ね、はい、これで、なんかイメージ的にはそのデバイスの測定項目のイベントっていう種類のところにボタントリガーというこうですかね、ものが増えた、はいはいはい、うん、はい、はい、でこれでとりあえず何かは項目は増えたぞと、うんうん、はい、これでも、このエントリー自体はシミュレーターなので、なんかシミュレートしない、シミュレーターだけになってたと思いますよね、うん、でもこれ、右のボタンを押しましたね、さっきテンプレートの編集、ああ、なるほど、テンプレートに対して設定がかかってる、はい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 、ただしデバイスがないとこの操作ができないので、うんうん、シミュレートデバイスというのがデフォルトで勝手にできるっていう、ああ、まあいいや、やめとこう、はい、わかりました、はい、どう、結構気になったのが名前の後ろに -1 とかつく、これ勝手についてます ね、うん、なんかシミュレーターだからこれついたのかな、そういうわけでもない、勝手にこの名前がついてただけです、はい、じゃあ、左の上から2つ目の、うん、で、はい、これ今シミュレーターなので、はい、物理デバイスを追加しましょう、はい、なんとなく追加する操作を、で、ちょっと待ってください、ここに実際とシミュレーターがあるんですが、これ英語で言うとあのリアルとシミュレーター、はいはいはい、いや、シミュレーターですね、いや、リアルですね、リアルですね、きっとね、はい、で、なんか入れます、ですね、これは、デバイス名は適切なもので変えた方がいいです、デバイス名はまあこのままでもいいかな、はい、あ、もうなんかどうしようかね、これハイフン1ってさっき使われてて紛らわしいな、これそのまま保存したらどう、そのままでもいいですよ、ハイフン1がさっきだからこれ使えるんじゃない、大丈夫です、あーと消してしまったし、こうか、はい、こういうこと、あ、いやいや、そうじゃなくて、うん、工事 G リボタンでいけんじゃん、あ、でもいけます、あ、これで、はい、じゃあ、まあこれでいいか、うん、はい、出てきました、はい、作りました、はい、うんうん、で、これリアル、あれ実際、うん、実際が出ます、はい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 、テンプレートだからここにがで、もうすでにイベントに項目はあると、で、ただ今は本当にあの僕らが今目の前で目にしているこのボタンは何もしてないので、まあ、相変わらずまだつながってはいない、ね、そうですね、あのちょっと IoT セントラルをじゃあもう一度見て、で、今までの話ですね、はい、IoT セントラルがようやく設定完了しました、はいはいはい、実際にはアプリケーションを作って、うん、デバイステンプレートを追加して、うん、デバイステンプレートに項目を足して、はいはい、一通りの流れになります、はい、では、次ですね、松井さんが言われたように、うん、デバイスにこの IoT セントラルのデバイスだっていう情報を入れ込まないといけないです、もうちょっと言うと先ほどの、アクセスポイントモードにして、うん、じゃあ何を入れるんだっていう情報を先に抜いとかなきゃいけない、うんうん、何かはですね、このデバイスの画面の右上の接続っていうものを、これか、はい、プロパティとか、ここに接続情報が、なんとなくあのデバイス ID くらい、でこのうちのスコープ ID、デバイス ID、主キーをコピーしておいてください、これとこれと主キー、はあ、なるほど、さすの主キーですね、
あ、てかコピーあるか、はい、ちょっと、まあ、見え見えなんでこれ配信前にはデバイス消しとくけど次はこれどこ行っちゃった。これ複数のデバイスに設定できしてもいい。あ、これ、複数のデバイスに設定することはできますが、当然データがぐちゃぐちゃになっちゃいますね、受け取った側は。なんか一つにまとめたいみたいなことがあるかどうかわかんないけど、それ場合は同じものってと、まあ、できますけどね、まあできますけどね、まあできますけど、例えばボタンね、2つ3つを並べといて、ただどのボタンかわからなくなっちゃうので、ああまあいい、個体は識別できないですね。証明書を選ぶこともできるんですね。まあデバイスが、デバイスリボタンがちょっと頼ってない、ね、そういうことですね。はい、わ、はい、かりました。で今コピーしたので、はい、ではこれで IT セントラルは終わったので、はいはい、リボタンに戻りますと、はい、でということはリボタンで先ほどやったもう一度設定画面を呼び出してゴニョゴニョすると。はい、じゃあまず呼び出しますね。こっち、そっちを変えますか。しますね。ウルトラ押し続けるスーパーでしたっけ。ウルトラなんかウルトラ押し続けるいや別にいいけど小学生の遊びになりましたね。はい、お、来た。はい、来ました。はい、ではアクセスポイントに行きますと、先ほどの、あ、まず切り替えないといけないですね。この中に、あ、来た来た、これつなぎます。これつなぎ終わりでるまよりも先に、先というか、うん、待たなくてもできるので、あ、ブラウザに、あ、もういける、うん、じゃあシャットダウンで リロードしましたね。あ、なんか踏んだあ、しょうがない。 あ、消えちゃったもう一回やります。消えましたね。ウルトラ押し続ける。なるほど、そういう仕組みなんです、ね、いや、今のデバイスの問題ではなく、あ、なるほど、はい、今の私の何をトリガーにしているのかなったという瞬間はい、これでいけたので、戻してリロードをするとまた同じことになるので、こっちも接続もそうね、そうね、やり直しと、まあ、こういうデバイス結構ありますよね。どっちにつないで何を操作するのかわけわからなくなってしまいますね。この手 の、 やインストールっていうかセットアップ方法で、これはなんか一番できてるなと思いますよ、今触ってて思うけど。なんかね、うまくいかない、うん、うまくいかないやつ多いんですよ。一旦そのアクセスポイントになるっていうやつが。よし、これでいきました。はい、ました、はい、でじゃあこれですかね。はい、IoT セントラルを選んでください、はい、でここに、あ、入れるわけですね、はい、先ほどコピーした情報、はい、じゃあちょっとこれなんですが、まずスコープ ID 入れますね。それから、うん、あ、ダメだ、残念残念、デバイス ID を入れます。うん、じゃあ主キーです、ね、主キーとはみたいなのあるんだけどはい、これでいいですね。で、セーブします。で、ホーム一旦戻ってもらって、はい、あとですね、IoT ハブの方もちょっと開いてください、はい、これですね、現状のこのファームウェアのバージョンだと、はい、IoT セントラルと IoT ハブの、うん、まあ、切り替えじゃないですけども、うん、まあ、どっちを使うかという意味合いで、IoT ハブの方を空にしておく必要があります。あ、なので、ここに何か入っている、はい、場合は消してセーブっていうの、ああする必要。ああ、なるほどね、はい、入ってたと思います。入ってたら IoT ハブの方を使います。あ、なるほど、こっちは優先する、はい、うん、でこれ今、先ほど工場出荷時リセットしたので、うん、はいはい、空になっているということで OK です、はい、なる、はい、では、シャットダウンで、ね、ダウンをシャットダウンシャットダウンして、はい、これで死にましたと、はい、はい、で今もう点滅してないですね、これで切れてる状態と、はい、はい、それで、では IoT セントラルの方に画面を変えてもらって、あ、これじゃ、これですね、はい、はい、で今はデータがありません、はい、そうですね、になっていることを一応確認しておきます、はい、ではリボタンの画面に変えてもらっ
って、そいつを押すと。押すと。そうすると、行くはずだと、センターが、はい、じゃあ行きますね。どう？あ、シングルクリックにしましたね。はい、シングルクリックにしました。控えめの。あ、ちょっと。高くはならない。あ、そこまだ点滅してる。点滅。お、頑張っている。ちなみにですね、そんなに画面早く切り替えても、そんな早く出ないので。あ、まあそうですね。終わりまでリボタン表示する、はい。あ、ちょっとピントがずれてる。離すとか。これは通信中。まだまだ。これまだね、頑張ってる最中です。結構時間かかる。で、正常だと、あ、長テント、あ、今終わりました。正常に終わりました。あ、終わりました。まだ出てないですね。で、そっちは、はい、ちょっと時間かかります。はいはい、で、時間がかかるのがですね、はい、このブラウザーが定期的にリロードしてて、はい、13秒周期だったかな。13秒半端っすね。調べたところによると。松岡調べによるとですね。で、あと なんかちょっとわかんないけど、たまに反映されない時もあるので、はい、まあ、気長に待つ。待つ。果たして、まあでもボタンの方はなんか少なくともエラーは出なかった感じですよね今の。あ、来た来た、あ、来ましたね。何ですかこの、この間の某イベントではあれだったけど、まあ簡単ですね。自分で飛び込まない大丈夫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 、はいはい。で、出ました。なんかこうダイヤマークみたいなやつが出てますかね、はい、そうですね。で、それをクリックしていただくと、がどんなメッセージ、あ、シングルクリック、はい、お、入ってますね。じゃあ、他のクリックやってみますかね。これで自信なくなってきた。と長押し、今ダブルクリックした。だいぶ慌ててダブルクリック。難しい。 いや、そんな慌てなくて大丈夫です。そうですか。今んとこ点滅してます。画面はちょっとこっちで見てますけど、まだもちろん何も出てないです。あ、おった、正常終了しました。あ、終わりましたね、はい。で、打ちます。来るかな。これはさっきのやつですね、シングルクリックのと。今んとこまだ来ないですね。果たして、お、あ、来た来た、早い、いい感じじゃないですか。あ、ダブルクリックになってますね。お、いいじゃないですか。すごいですね。お、いいですね。これでセントラル側で、はいはいはい、つながった。あ、で、今回のでちょっと見てもらいたいのは、うん、まあ、リボタン使えば、うん、まあ、設定ちょっと必要ですけど、まあ、比較的簡単に、うん、はいはい、あの SD フォーマットしたり、ああ、こだわるね、SD フォーマット。あとは IoT セントラル、今やりましたけど、うん、IoT セントラルいいですよね。うん、そうですね、お手軽、うん、本当になんか最初にため、あの疎通確認、うん、はなんか本当になんかこれで十分だなって感じがします。はい、なるほどね。でしょうね。もうちょっとだけ設定加えてみますか。はいはい。何ができそうですか。ですね、2つあって大きく、ボタンから送られてくる情報はもうちょっと情報があるので、はい、その項目を足してみるか、もしくは IoT セントラルから、外部への連携、はあ、どっちがちょっとやってみたいな、はあ、それはあれですかね、あのメール送るとかいうやつですかね。あ、送り先はなんかメールの他には何か選べるんですか。ですね、フローとかロジックアップですね。はあ、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 あとオークション、はあはあ、でロジックアップにつなげばそこからまた自由、はあ、そうね、はいはい、うん、なるほど。どうしますかね。まあ、まあ、ちょっと今日リボタンなんで、うん、ボタンのデバイスの方にしますか。あ、じゃあそうしますか。はい、まあ、デバイスと今言ったんですけど、設定するのは IoT セントラル。はい、まあまあそうです、ね。では、そちらの IoT セントラルの画面に、はい、はい、で、もうなんとなく勘が働きますよね。まず編集してテンプレート編集する。よしよし、そうですね、うん、で、新しいですね。で、じゃあリボタンのデバイスが一体どんな情報を送ってくれるのか、うん、まあ、そこが問題になるわけですけど、うん、そうですね、ちょっと画面をごめんなさい、こっちに切り替えてもらっていいですか。はい、これリボタンのマニュアルにあるんですが、うん、はい、ここにちょっと見にくいですかね、はい、はいはい、
ここにあるように、うん、ボタンの操作に応じた番号、うん、先ほど見たメッセージ、うん、あとバッテリーの電圧、うん、この3つが送られてくるようになってます、はいはいはい、なのでこれをちょっと追加してみましょう。あ、これすいません、今見てるやつはリボタンの、はい、マニュアルに書いてある。あ、そうですね、リボタンのマニュアルに書いてある。ああ、なるほど、はい、わかりました。はい、で、では、はい、じゃあ、モード IoT センサーラルでまずは、状態から追加しましょう。はい、で名前はなんか適当に、うん、何を今見ようとしてる。見ようとしてるんですよ。シングルかダブルかトリプルかを、うん、の状態を追加することができるので、はい、ステートとかにし、はい、でフィールド名は小文字でアクション、うん、アクション、大文字 N, N で小文字 U N アクションナムね、はいはいはい、でこうしましたと、はい、で状態なので値を追加する必要があります、はい、プラスを押して、うん、値が1だったら、ほうほうほう、まあ、下の色を変更してください。あ、これですね、はい、青っぽい、青っぽい、なんか、はい、なんかもう原色系、プラスをして、で2だったら色が何か色が黄色とかですかね。でまあ、これちょっと5つ足すのめんどくさいので、はい、これぐらいにしておきます。あ、はい、で、保存と、うん、お、もうなんかすでに出てますけどね、過去のものが。あ、クリックされた回数が状態ですね。なので今、あ、そうか、ダブルクリックだからか。そうです、そうです、ダブルクリックは状態が2に変わって、で状態なのでそこから継続してるっていうような表示になってます、はいはいはい、ああ、なるほど。今横で加藤さんがボタンを1回押しました。では新しいとそのまま行こうとして、ああ行きますか、はい、で今度はテレメトリーを足しましょう、うん、はい、テレメトリーで取れるのは、バッテリーの電圧。おお、なるほど、ボルテージ。フィールド名は、バッテリー、大文字で V、 V、 ボルテージ、ボルテージ、ボルテージ、はい、OK、はい、で下に行って単位は、まあ、必要であれば V とか、あ、じゃあ V、 最初はそうですね0で、うん、最大が 3.3 とか、ね、3.3、はい、で小数は2とかですね。2ですね。これでなんか色変えておきますか。こんな感じで赤好きですね。うん、まあ赤い人なんで、はい、で保存、で保存する。これで、バッテリー電圧がグラフで表示されて、あ、なるほど、ちょっとバッテリー電圧の変化が、そう、まあそうですね、そうそう変わるわけじゃない。あ、さっき加藤さん押したやつが、うん、来てますね、はい、シングルクリックだったからステータス1になっている。設定される前でも情報は保存されているってことなんだな、これに、うん、そうですね、メッセージ自体がまあ保存されていてって感じですね。技術的には要するに今の言ってた情報が JSON で毎回送られてくるので、それは保持されているから、だからまあこうやって表示するってやれば表示されるってことですね。なるほど。おー、でダウン、ダウンで、うん、はい、ここまでで設定が完了した。あ、なるほど。あ、なのでこれちょっとその今電圧なのでちょっと面白みがないかもしれないですけど、うん、その何か追加でセンサーを増やしてやるとグラフで見る。ああ、そうですね。はい、なんか最近なんかよく聞くのは、あのなんだっけ、距離センサー、はいはい、で距離の情報を送らせといて、でこれでグラフで可視化すると面白いかもしれないですね。で距離センサーは実はこの間 IoT アクションのデモやったんですけど、うんうん、はいはい、そのデモの、バイナリー、コンパイル済みのバイナリーが、うん、ブログにアップされているので、はいはいはい、このボタンの、OTA の機能で、うんうん、はいはい、プログラミングツール不要でネットからダウンロードして差し替えることもできますね。うんうんうん、そうか、なるほど、ね。これが一応項目追加、今、はいはい、今このファームウェアでできる、うん、はい、ものになります。さっきね、微妙に気になったのがメール送信とかやっちゃいますか。あ、やります？あ、いいですよ。あ、気になったところが。あ、いや、なんかこの今ちょっと、あのシャットダウンしちゃったんであれですけど、この画面の一番下にファームウェアアップデートって、ね、ああ、出してみる、うん、出します。じゃあちょっと待ってください。戻るか出る
これでね、ああ見えてないよまあいいか。今ボタンをスーパーロング押してますあ、あ来た来た、スーパーロング来た、カペッカー来ました、はい。で、これでこのボタンがおざなりになった点滅したのも用がないまあまあ、そんなもんですねもう大丈夫だよね、それ、うん、で画面を、でここで画面を切り替えた。ああ、そうかそうか、あれ、あで、あ出てますよね、はい、出てます。よし、その画面や、うん、そうそう、うん、これこれこれ、はい、これリボタンで今動いているファームウェアの、はい、うん、まあ、バージョンが、はい、1.0 出てますね、うん。これ使ってカスタムの、その自分たちで作るコードを入れ替えたりするんですか？もう可能です。あ、なるほど、可能という意味です。先ほどあの裏に JTAG のコネクタをつけたので、その、まあ、専用のプログラミングツールですね、まあ、組み込みの開発の人が使うような、うん、ちょっと専用のツールを使って、うん、パソコンから USB 経由で直でプログラムが入れるんですが、まあ、それと別で、これはあの URL を指定すると、そこの URL に置いてあるバイナリーで自分を書き換えるっていう機能です。うんうん、まあ、OTA、まあ、OTA と自動ではないが、違う感じはするけど、まあ OTA、OTA とは言ってますね。はい、要はあの、まあ、ネット経由でプログラミングを差し替えると。はい、うん、なるほどね。まあ一旦入れ替えちゃうとね、なんか自分がその作ったプログラムがこれと同じような UI 持ってないと思う、次どうしやって書き換えようかな。そうなんです、うん、これですね、その OTA で差し替える差し替えの機能は、その、差し替えのプログラム自身も差し替わっちゃうので、うん、この差し替えの機能が入ってないプログラムを放り込んじゃうと、もう入れ替えができなくて、入れ替えようってことになっちゃう。そういう場合は先ほどの JTAG っていう専用のちょっとツールで、あの USB から突っ込む。なるほど、ジャンパーじゃそれは作れないということですね。はい、ジャンパーではリストされる。なるほど。なんでこの、ここでファームウェアアップデートするのは、その開発の際はちょっと使わない方がいいかなっていう気がします。うんうん、そうです。あらかじめもう安全なちゃんと動くバイナリーに対してやると。ちなみにこれ今バージョン 1.0 なんですが、うん、もう 1.1 が実はあるので、あ、そうなんですか。 1.1 に差し替えることも可能です。なんか変わったんですか？バグ微小ですね。このウェブページが一応あの、はい、何でしたっけ、レスポンシブルデザインの携帯から使えるっていうのと、携帯から、なるほどね、はい、そうか。でも携帯からの接続文字で使えるのかっていう、いやまあそうだね、あ、確かに、ね、なかなか難しいところなんですけど、うん、まあそうねあと IoT ハブのメッセージルーティングに対応したので、うん、はい、あのまあ、ちょっとマニアックな機能ではありますが、はい、その部分ですね、うん、はい、リボタン分かりました、マスターしましたよ、はい、ちょっとメールもすぐできるんでメールも立ち上げますか。じゃあ、まずシャットダウンを押しておいていただいて、あ、そうですね、はい、一旦切りますと。あ、これシャットダウンしちゃダメなんで、一旦設定モード、あ、AP ボードに入ると10分経つか、なんかしないと、はい、シャットダウンするか、もしくは電池抜くか、はい、うん、で、セントラルです、はい、今は、はい、これネットが切れたんでちょっと問題発生しましたって出てますけど、ちょっと時間が経つと治ります。ああ、なるほど。で、セントラルのまあ説明になってしまうんですが、これセントラル上にメニューがいくつかありますよね、うん、で今は一番左の測定っていうものしか見てなかったんですが、はい、あ、じゃあ他にも設定プロパティコマンドっていうのが、あ、いや今の、うん、あ、これですか。そうです、ね、あ、はいはい、ああと、いや変更しないでください、うん、はい、すいませんで、いやこれ選んでもからなんですけど、はい、あ、はい、測定設定プロパティコマンドっていう、はい、種類があって、はい、測定っていうのはこれデバイスから飛んできた値が見える、うん、はい、時系列で見れるんですけど、はい、他にその今の値を見るとか、うん、値を設定するっていうものが、はいはい、ここに追加することができます、うん、しかもすごいのが、はい、これがあのプログラミングレスですね、はあはあはあ、先ほどの測定項目追加と同じように、はい、項目名と等々を入れるだけで自由配ができたものです、はいはい、で今、4つ言いましたね、測定設定プロパティコマンドなんですが、うんはい、そこまではデバイスとの通信の話で、うんはい、その横のルールっていうのは、はい、これはあのデバイスから、外部サービス、あ、違う違う、IoT セントラルから外部サービス、うん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 、外向きのものになります、はい、
今からこのルールを追加したいと思います。はい、ルール選んでもらって、で、テンプレート編集で、うん、で新しい規則、ね、ルール。あはいはいはい。で、どうしようかな。とりあえずイベントの方にします。はい。で、イベントが飛んできたら、何か入れて、ちょっと下にスクロールしてもらって、条件プラス。うん、で、そこにメッセージを選んで、あ、メッセージか、そうですね。これを、はい。保存。はい。あ、もうこれでいいですか？あ、一旦ね、保存が必要なんです。はい。保存します。で、今保存したのは、はい、ルールを作って、うん、メッセージが飛んできたら、うんですよね、うん、じゃあどうするっていうのはまだ書いてないです。はい、そうですね。ここでアクションこれですか。ああ、なるほど。で今保存したのはですね、はい、条件入れて一回保存しないとアクションが設定できない、選べないから制約があるので、なるほど、ちょっと保存してみます、はい、謎ですね。でアクションを選ぶと右に、連携できるものがありますか、はい、ウェブフックがあります。ウェブフックある、はあ、ファンクションズ、はあ、あ、こっちは重量課金なんですね、はい。はい。ロジックとフローの連携。なるほど。はい。今はまあパッと見せるのは電子メールかな。電子メールかな。はい。で、その終了というところにですね、はい、メールアドレスを。ああ、なるほど。これですね、英語だと、to。ああ。to。to。ああ、なんかそれね、なんかネタに上げてましたね。はい、あ、僕のブログですね。でメールアドレスは、はい、このログインしてるユーザーのメールアドレスになります、うんうん、そこじゃないとダメってわけじゃないんですけど、はい、要は IoT セントラルのアプリケーションに登録しているユーザーのメールアドレスしか飛ばせないです。なので、はい、うん、まあ、ちょっと見方変えるとユーザーを追加することが可能です。はい、アプリケーション、はいはいはい、なので今これ、松井さんしか見てないですけど、うん、はい、例えば松岡とか加藤さんのメールアドレス登録して外部の人に見せるっていうのも簡単にできるとかね、そこだけちょっと注意します、はいはい、で、保存と、これかな、はい、でダウンと、はい、はい、これで設定終わりました。ほう、何が飛んでくるんですよね。メール、あ、見れば分かるけど、いや本文というか、あ、でも本文ですね。さっき実は下の方に表示されてて、あそこに何か入れればスルーしたんですけど、あ、スルーしたんですか、はい、ちょっと見たい、もう一回見ても見たい、見たい、これその下です、うん、あ、これかメッセージプレビュー、ああなるほど、はいはいはい、まあカスタムアプリじゃないし、はい、使い道がね、だからこれでいい、何か入れたらどうなるどうかなのか、んどメモったらしょ、あ、ここ？そうそう。これなんですかね。電子メールに含めるメモ。ああ、全然僕が関心を示さないところに興味を示さない。あのうまい肉が食いたいと。うん、ああ、そうね。あ、なんか出ますよ。肉食いたい。うん、肉食い、出てました？はい、ああ、これですね。あ、肉食いたい。あ、いいですね。はい。あ、食いたいときボタン。肉食いたいボタンができた。じゃあこれで保存して。うん、はい、でテンプレート編集ボタンすると、はい、で、まあ、ちょっと先走りですけど、このルールによって送られるのは早いです、うん、押したらすぐ、押したらっていうか、まあ、IoT セントラルが受け取ると、あ、マジですか、で、はあ、先ほどのグラフ表示は、はい、ブラウザーがポーリングするので、はい、ちょっと遅いです、はい、あ、はい、ちょっとじゃあ、見たいけど、メールを出てくるからですね、ちょっと これこう、あのカメラ画面なんですけど、あのちょっとね、アウトルックとかも見えていいものがあったかどうかあんまり記憶がないので、ちょっとすいませんね。なんか僕のメールアドレス登録して、うんうん、そっち飛ばすからですけどね。ああ、そういうことですか、うん、ちょっとめんどくさい、なんかいい、あ、出てますよ後ろ、ああ、大丈夫です、ビデオは大丈夫です、あの、まあ大丈夫だけど、大丈夫だかなんか、や、余計なものが、ね、余計なものがいる、どうしよう、いや画面は、いや、そっちはなしにして、うん、メール飛んだら開いて表示すればいいじゃないですか、飛んだ後に。ああ、じゃあすいませんね、あの、はい、これをこれだけライブで見てもらってボタンを押すところじゃあ今から押しますね、これで画面を上げると映っちゃう、あ、なんか本当ですね、このすぐ後ろなんですけど、はい、じゃあ押しますね、はい、はい、押した、ワンクリック、今頑張ってます。この手を見る。
人々手たれ必要です。あ、行ったっぽい、終わったっぽいです、はい、終わったっぽいですね、はい、で今のところまだ特に outlook.com の方に変化はなく、outlook.com の方はね、ポップでフェッチじゃなくてダイレクトにホスティングしてるんでメールが来れば即出るはずなんですが、まだ来てないですね。まあなんかスパムに行ってる可能性もあるからな、まだ来てないですね。来ないぞ。その、設定をねするした時のプロビジョニングで3分ぐらいかかってるケースも過去にはあったので、うん、あ、そうですか、うん、遅いだけかな、ちょっとね最初に、ね、遅い場合があるんです。あ、スクロールもっと上あるんですか。あ、いや、これはねあのピンしてあるやつなんで、ジャンク来てない。セントラルの方はどうですか。こっちですか。遅くて。あ、来てますね。ルールの、うん、そのボタンを選んでください。あ、来てるっぽいですね。ああ。まあちょっとカバーのも含めて。で、あとは待つだけですね。エラーが出たりするとここに出たりするんですかね。要するにだからメールが送れなかったとか。出ないんじゃないかな。出なかった、あ、出なかった。あと10回ぐらいボタン押せれるんですから、こうなんだっけ。ちなみに笑い話ですけど、あの先ほどシミュレーターを動かしたまま、うん、てか残したままメール送信やっちゃって、はい、いっぱいメールが翌日ついてた。定期的に動くな。定期的に動いてるみたいですね。じゃあなんか大人気な人を演出するためにこうね、自分のメールアドレスね、俺のメールアドレスいっぱい組んでる、ね、あ、連写した。いや、ダブルクリックです。ダブルクリックは来てないですね、今ここは来てない。このアドレスなの。うん、それは間違いない。そうだね。うん、あ、ほんとね。うん、そうなんですよ。メールアドレスは多分短すぎるからじゃん。もうね、どうだろう、かれこれ20年ぐらい使ってるのかな、まあ、そうなの、うん、ものすごい早い時期に取ったんですよ、独自ドメイン。もう来ないね、うん、まあ、ちょっとこの間 IoT センターにちょっと見てみますか、はい、せっかくなので。先ほどのメール送信のアドレスの話をちょっとしたんですけど、はい、登録してるユーザーじゃないとダメですって言ったんですが、うん、左メニューの一番下とこで、これ、はい、自分のアプリケーションに対するユーザー追加ができるんですね。はいはいはい、はい、上から2つ目にユーザーっていうのがあって、はい、ありますね。でここに人を増やすと、はい、他の人もログインして編集したり見るっていうことが可能になります。なるほどね。メールの送信に関してはここに人を足して、うん、その人が1回でもまずログインしておかないと指定してもダメ、うん、ダメってことね、うん、まあ、今はあるはずなので。ログインって IoT セントラルにログイン。そうです、うん、はい、招待のメールが取れるんですか。追加したことがあるけど、自分が追加された時どうだったかな。いや、飛んできた記憶ないですね。そう、うん、いや、来たかな、ちょっと覚えてないですね、うん、今追加しておきましょうか、こっちで。後ろ見えて、適宜見えて、もういいや、もういいや。あとでこうモザイクか、はい、まあ、飛んでないですかね。あ、てかね、シミュレートデバイスのボタンもあるんですね、これこれのに大量に送られるパターン、テンプレートだから送られちゃうパターンです。あ、でもそうするとさ、今まで何もメール送られてきてないということは何かしらが違うってこと？かな、できてなさそう。あ、ひょっとして MS のフォルダに入ってるか。あ、来てる、なんか来てるぞ。あ、なるほど、ドメインでフィルターかけてるからじゃないですか、ね、だってさ、あ、画面出てないですね、これね。あ、画面出します、あ、出します、はい、
すいません、来てました。いや、ドメインでフィルターして別のフォルダに落ちてました。はい、来てますね。肉食いたいと、うん、はい、肉食いたいです。ちょっと先ほどの話、シミュレーター消しとかないといけないしね。ああ、そうですね。次々やってきそうじゃん。はい。ああ、うまくいきましたね。はい。はい、あ、ここまで IoT セントラル触ってもらえば、うん、はい、あとは、使う分には大丈夫です。うん、あ、そうですね。デバイス作る分にはまだちょ、うん、もうちょっと、やらないといけないことがあるので、今通信は、IoT セントラルへの通信は HTTPS なんですか、ね、いや違います。MQTT ですね。あ、MQTT ですか。あ、そうですか。MQTT は SSL？ SSL。あ、ほう。で、ですね。でも IoT ハブなので、つなぎ先が、うん。はいはいはい。ああ、そういうことですか。じゃあ IoT ハブにつながれば。なんで IoT デバイスですね。でちょっとややこしいのが DPS が必要なので、うん、はい、プログラミングの動きを実装しなきゃいけないのと、あとはその IoT セントラル固有の JSON のフォーマットに合わせないと、それは設定と対応付けができない。そこがあとドキュメントがあまりなくてですね、サンプルコードが提供されているので、はいはい、サンプルコードを紐解くという。はいはい、なるほど、そうか。じゃあ中間にプロクシーがいる環境とかだとちょっと今のボタンはきついし。IoT ハブって HTTPS で受信ができるの、ね、対応してないですね、今ね、リボタンの方は。あ、いや、なんだっけ、IoT ハブって HTTPS で受けれなかったっけ？いけますよ。いけるんですけど、まあ、IoT セントラルがいけるかどうかはちょっとわからないです。わからない。なるほど。その中の実装が IoT ハブですよっていうのが出てないし、うんうんうん、オーナーの接続文字列も取れないので、うんうん、ちょっと中の動きがわからないですね。じゃあ自分のあれなんだ、Azure のサブスクリプションに紐付けても中わかんないのか。紐付けて、よくよくじゃないな、スイート、うん、アクセラレーターの場合だと作ると、いろんな Azure のサービスがボーってできるじゃないですか。ボコボコぐらいですかね。ボコボコってできるぐらいなんですけど。IoT セントラルの場合は1個だけです。IoT セントラルっていうのが出来上がります、ね。で、バックエンドは多分いくつかのものを使われているんですが、はい、そこは非公開になってます。なるほどね。いや、まあなんか、リボタンぐらいだと別に MQTT でやらなくても HTTPS で投げちゃえばいいかなっていう気もちょっとなんかするにはするなと。それとも逆方向の通信って今できるんですよ。逆方向できます。リボタンのポータルのページは、うん、すいません、ね、マニュアルに書いてあったかな。書いてないかも。書いてないですね。書いてない。ポータルページを出してもらえると助かるんですが、アクセスポイントモードにしないといけない。あ、そっちの、はい、はいはいはい。じゃあ。こうやってるとあれですね、Wi-Fi 側をフリーにしておきたいですね。パソコン有線につないで。有線じゃなくても別のアダプターでもいい。ああ、まあまあね。はい。で、ウェブのページを。はい。これで、まあ、こいつはいいので。画面を変えましょうか。まあ、これで、こうですね。はい、ん？うん。お客さん、画面変えてもらっていいですか。あれ？画面表示。あ、こうか。まだちょっとクルクルしてますね。ちょっと早すぎた。あれダメかな。とん、トレコヨギ行っちゃってるか。ああ違う、こっちや。でこう慌ててリロードしちゃったりするとシャットダウンされるという。大丈夫、踏まない。よし、はい。で、はい、で見ていただいて、今見てもらいたいのですね、この D2C メッセージっていう。おお、本当だ。これ何かっていうと、先ほどのメッセージの文言を変更できるっていう。ああ、はいはい、シングルクリックとか来てました、ね。でもこれって、うん、じゃあどうやってリボタンに設定、あ、いや違うな、これ説明間違ってますね。これちょっと全然関係ない話です。はあ、これ無視してください。はあ、はい、ホームに行く。
まあ、メッセージ変えられることが今分かった。そうですね。そうですね。はい、でも、双方向で通信してるかっていうと説明にはなってない。そうですね。はい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 、双方向は実際にはやってます。はい、IoT ハブのデバイスツインの設定をまず起動したときに、起動して Wi-Fi つながりました、うん、IoT ハブにつながりました、うんうん、ってなったらデバイスツインで設定値を取ってきてます、うんうんうん、で取ってきてその上で、ボタンに応じたメッセージを送りのデバイスツインを更新するっていう動きをしてます、うんはい、なのでデバイスツインの部分は双方向です。あ、なるほど。で今回ちょっと説明してないし画面もちょっと今ないんですけど、デバイスツインのプロパティに設定してあるメッセージを送るっていうことができます。あ、更新された次のメッセージから、いえ、その場のメッセージ、要はデバイスツインに値を取ってからメッセージを出すので。ああ、なるほどなるほど、はい、でそれで、要は IoT ハブの受け側で特定メッセージが来たらロジック分岐するみたいなのができるようになってます。で、今ちょっとやらないのが、IoT セントラルでデバイスツインの設定って名前の制約がさっきあるっていう、プロパティでとか、クエアとかメッセージとか、バッテリーボルテージとかあって、で今の形式だとその IoT ハブのプロパティとかにちょっと設定できない形式なので、はい、IoT ハブを使えばできます。IoT ハブで自分で JSON 書いて、はいはい、なるほどね。だって今現在も双方向は一応やってる。やってはいる。やってるけどドキュメントも書いてないのと、うん、IoT セントラルからちょっとパッと使えない状況ですね。うんうんうん、まあ、IoT ハブでデバイスツインで遊びたい人はやっていただければって感じか。まあでもちょっと使えるように更新したいなと思いますね。うん、ファームウェアアップデートして。うん、ああ、こっち側を、はい、ボタン側を、はいはい。あ、それはまあ、うちが提供するものとして。うんうんうん、まあ、これは公式な見解ではございません。そうですね。いやいや、公式にも提供したい。なるほど、重い。コミットではなく、ではないです。マジで。いや、あんまりコミットって言うと、なんか、まあ、いろいろ大変な気を変えれそうなんですから。ノルマができなくなります。ノルマ的になってしまう。え、やるって言ってたのにみたいな言われてしまうので、まあ。はい、やりたいとは言ってます。はい、まあ、なんで出てこなかったら、松岡さん見かけるたびにまだ使うみたいな話がですね、はい。オープンソースなので、プロリマいただける。プロリマ実装してくださいと。うまい。なるほどね。それな。あ、じゃあもうぼちぼち終わりかなと思いますが、はい、ちょっと開発に関してだけちょっと補足を。はい、今日ちょリボタンテーマなので、そっちに書いておきますか。あ、OK です。まあ、実はその辺も悩みどころで、うん、まあ、開発向けツールなので、ソースプログラムをコンパイルして自分のプログラムに入れますっていうのをまあ言いたいところではあるんですが、やはりその簡単に使える簡単に使えるを言うのにその開発難しくできますよみたいな、難しくいろいろできますよって、まあ、うってなっちゃうので、今日はデモっていうか試していただくのはまあ簡単にできる部分ですね。でちょっと難しい部分はマニュアルにここに書いてあります、うん、ファームウェアの開発、うん、やり方ということで、今現在はアルディの ID にリボタン用 の、うん、開発ツール、うん、まあ、プラットフォームって言うんですけど、はいはい、開発ツールを追加することができ、はい、追加をすると、まあ、C、C++ で、はい、リボタンのコードが書くとかできます。いいじゃん。で、もともとインストールされてるアプリケーションはこの GitHub の、はい、リボタンアップってところにアップされてるものになってまして、はいはい、でまあ、これを改変するとか、うん、まあ、自前で作るとか、はい、っていうのが可能です。接続はどうしたらいいんですか？デバイスとの、ああ、そうそう、あ、デバイスとの接続は、さっきちらちら言ってる通り USB 経由でやるんであれば、うん、各種 JTAG に対応した、うん、接続用のハードウェアが必要になります。何でもいけるってこと？まあ、何でもですね。ST リンクとか。あ、でもいける。はい、ああ、なるほど。まあ、なんていうんですか、書き込むところだけですからね。うんうん、はい、はい。まあ、もしくは、先ほどのファームウェアアップデートで、ウェブからやるんですけど、はい、ちょっと分鎮化する気がする。そうですね。まあ、分鎮化したとしても、してまあ、ワイヤーで繋げば、分鎮化したってだったら、諦めて、その開発ツールを買って、JTAG で繋いでやれば、もしくはリボタンを買うかみたいな。いや、リモートは売ってないし今んとこ誰かから分解したリモートが大量に置かれている。確かに、
リボタンリペアサービスとか、あありますね。そういう方はそれいいかもしれないですね。どれぐらいの視野が今あるのか分からないです。でもまあここにもありますもんね、そういうのね。まあまあありますよ、はい、いや、コネクタだけが特殊でさ、これないんだ、ね、ケーブルは、はい、ちょっと変わったケーブル、ね、買おうとして結構高かったよねって話してたよね。そう、うん、そうそうそう、ケーブルが、ケーブルね、高いんだよ、ね、これ、うん、なんでヘッダーじゃないのって。蓋開けてハンド付けしてる。もうまあ、はい、なんかあの図が書いてありましたね、はい、どのパッドがどれと。あ、それははい、公開されてます、ね、小さいな。シードさん的に出さないんですか、リペアキットみたいな。あ、開発ツールは出すつもりだったんですけど、全然落ちてない感じです、ね。ああ、そうなんですか、落ちてください。ああ、それは欲しいなと思ってるんですけど ね、うん、ね、せっかくやれるんであれば、そうそうそう、ね、残しものもない、もうちょっとそこの敷居も下げないと、うん、ところですよね。でここにソースがあるので、先ほどの、まあ、ちょっとだけ紹介をするとですね、まあ、ゴニョゴニョのとファイルがあるんですが、ボタンを押したときにメッセージを送信するのは、はい、このアクションセンドメッセージってところに入ってます、はいはいはい。なんかクリックして、まあ、斜め読みですね、うん、斜め読みをすると、あ、これです。当て落ちます。ここです。タイムサーバーに行って、うんうん、まあ、その辺はですね、ここで Wi-Fi つないで、うん、Wi-Fi つながったら、ここで、うん、IoT セントラルとかにつないで、うんうん、でデバイス対応の値を取るみたいな、うん、その上でメッセージを送るぞみたいな、はい、まあ動きになってます、うん、なるほど。ファイルいくつかありますが、主軸なのはこのアクションセンドメッセージです、うん、アクセスポイントはこのアクセスポイントですね。あ、まあ実際はこっちなんですけど、うん、HTTP サーバー、うん、はい、アクセスポイントになると HTTP サーバーになって、ここになんかまあよくあるような、はい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 、HTML が入ることですね、うん、生書きされているのでそれを返すとって格好ですね、はい、うん、なるほど。あれでいいのでいけるのか。はい、あ、実際あの私が開発してるときは、うん、まあ、アルディノ ID で開発はできるんですけども、その上に VS コードをかぶせて、あ、はい、あのデバッグ可能ですね、ブレイクして変数に変えるっていう開発をしてます、はいはい、なので、まあ、はい、簡単に使えますよ、うん、でより凝ったことをやりたければ凝ったこともできますよ、うん、っていうようなちょっと幅を持たせて、はい、いいですね、はい、ステップアップか、はい、これで、あれですね、ピザ注文までは、うん、ピザ注文やってみたいね。ピザ注文で、なんか API 対応してるとこってどこあったっけ。なんか、ピザーラとかやってんのかな。いや、調べたことないけど、わかんない。なんかどっか、なんかやってたような気がするけど。あ、そうなの、うん、まあ、なんか話が全部してあれなんですけど、うん、その、まあ、さっき E メールでやりましたよね、はい、で、E メール以外ってなると、まあ、自由度高いのは、マイクロソフトフローを、うん、ロジックアップ、うん、もっと自由度高いのはファンクションという格好なんですけど、うん、最近、MS フローはちょっと試しました、うん、ちょっと画面を出します、うん、はい、ちょっと非常にツイッターで恐縮なんですが、うん、あ、見えますかね、これジュルジュル見えます。あ、そうそうそう、ボタンを押したら、うん、見た見た、うん、MS フローに投げて、はい、IoT セントラルから MS フローに投げて、うん、MS フローでツイッターにつなぎ込みをして、うん、はい、ってやつです。あの、シングルクリック、ダブルクリック、トリプルクリック、トリプルクリックと、うん、はい、ただなんかこれもう一回シングルクリックを押すと、なんか同じメッセージのツイートはできませんっていう MS フローがエラーが出ちゃったので、内容が知らなかった。あの、時間値とか入れときに、はい、で時間をタイムスタンプをつけるようにしました。はい、そうだね。あとはロジックアップで3回押したときはいっぱい押されたねんってちょっとメッセージを変えるみたいな。ロジックアップの受け側が若干気になる。あ、ロジックアップじゃない。MS フローでした。フロー、フロー、ね、一番最初のアクションのあフロ。一番先頭は、IoT セントラルっていうものです。はい、そうなの。プレビューで今用意されてます。で、そこにどの、IoT セントラルのアプリケーションかっていう設定がかかってます。今、うん、まあ、出るかな、ちょっと画面消してもらっていいですか。あ、消えてますね。あ、消えてる。そう。
じゃあそんなに苦労せなくしなくても、ああ全然の、ちょっとフローをほとんど使わないんですけど、ポチポチってやったらなんかできたんで、いいですね。あ、できた。編集。最近ノンコーディングですよね。はい、画面出してもらって、はい、はい、これ HMS フローの画面です。受けのところはこの IoT セントラルのプレビューってやつで、アイコンそんなアイコンなんですか、これ。これなんか、なんかもうちょっと出ませんでしたっけ？あ、出た。はい。あ、これ会社のですけど、うん、会社のアプリケーションからイベントルールが来たら、うん、で、これトリプルクリックかどうかの条件分岐してて、トリプルクリックだったら、いっぱい押されたね。うん、で、トリプルクリックじゃなくったら、押されました。だから1回や2回だったら押されました。トリプルだと押された。いっぱい押された。くどいですね。はい、ただあれですね、あの、どうしても、MS フローとかロジックアップだと回数制限があるんで、時間内。うん、ああ、うん、なるほどね。なんで、頻繁に飛ばすようなものは、まあ、ファンクションズに持っていくかなって感じですね。なるほど。なるほど。そうか。はい、ただ、頻度に関しては、IoT セントラルは、画面は遅いですけど、うん、あのバックエンドはあのバシバシ動いてるので、うん、ファンクションズの方ともやられてます？ファンクションズは僕やってないですね、うん、はい、あそこの口もどうするのかなと気になった一番最初。そうですね、ウェブフックだったら普通に今ファンクションズ出てましたっけ、さっき松井さんの、アプリケーションって、なんかあった気がするな、そういう、あの重量課金になってなければ OK です。重量課金でしか使えませんみたいなのになってますでしょ、さっきなってました、ファンクション、うん、フローと同じ流れにやってるけど、接種の有効期限切れちゃった、うん、うん、あ、じゃあこうか、どれだったっけ、ルールだったっけ、録音したでテンプレートの編集とかも編集しなくてもか、うん、でアクションの追加ですね、あ、いや違います、今の見てみるか、うん、アクション側だからなんか作らないとだもんね、下のアクション、あ、これか、ほらファンクションと使えますね、いけますね、うん、無償評価版でもファンクションいけるので、でそれ押すとどうなりますかね、あ、もういきなり作りに行くんだ、お、あー、何コードが出てるぞ、マジか、あ、HTTP リクエスト、テンプレができちゃうんだ、おお、 HTTP リクエストってことはあれですね、ウェブフックと一緒ですね、そうですね、うん、なるほどなるほど、サンプルコードが出るだけですからね、うん、で、これで、あれでもこいつって今サブスクリプションと機能付けてるわけじゃないかな、あ、いやこれね画像サンプル、サンプルスクリーンショット、あ、押すと、マジっすか、押すと多分作れる、なるほど、ポータルさん、そういうことね、で、こっからは、ね、あの、あれじゃないですか、その Azure サブスクリプションみたいなのができない、決めちゃいますよね、まあ、なるほど、そうですよね、うん、いいすね、実行時の課金があるんで、これね、C って言うんだったらこれコピペできるようにしてくれよ、ツッコミを僕は入れたい、温かく、え、今日は温かく、あの、じゃあ、用語は用語なんで、大丈夫です、ここまで頑張っていただけるんだったらやっぱそこまでっていただけるか、もしくは、まあ、テンプレート、まあ、作成をすれば自動でできるんじゃないですか、まあ、やってみますか、ね、落ち、いや一番最初の画面に飛ぶだけじゃないかなと、あの、あれはできましたよ、MS フローは勝手にできました、1個目のやつは、うん、はい、なんか名前入れるネーム、うん、ここではわからないですね、なんか後ろはこう若干ぼやかす感じになってる、クリエイターリソースグループな、うん、Windows かリアンリラックス版プレビューだからいいか、コンサンプションプラン、アップサービス、あ、セントラル US ランタイムスタックドットネット、うん、クリエイトネーム、うん、アプリケーションにはいいよね、大丈夫、なかなかあれですね、今何時間ぐらいですか、間もなく2時間ですね、ああそうね、これできたのかな、ファンクション
これはなんとなく一から作れって感じでしょでしょでしょかな。ないね。ああないね。その下にないテンプル。どこ？あ、うそ。あれ？ない？ファンクションアップス。ノーファンクションアップスとディスプレイ。だから一個もないんじゃないですか。これなんかこう。ああなんだろう、ここからどうすんべっていう話になってくるわけですんだけど、個人的に作ってんのはないの。違うんじゃないですか、違うの。ファンクションアップス。ほう。リソースグループから打ったらどうですか。スクロールの。ドールリソース。リソースグループの方がよくない。ああ、そういう。それストレージです。あ、ストレージか。リソースはこれだ。うん、そうそう。リボタンアップで何があるの？クチアイテムですよ。ストレージだけかな。こ下に行くいや、大きさ変えればいいの、表示。ああ、ちょっと小さくしますか。あ、これしかないですね。ストレージしかない。あれ、そうなの？ああ、だからやっぱり一から作れってことだね。なるほど。こうですね。テンプレートは今のところは提供されてない。そうですね。しゃあないね。じゃあぜひ提供して、ね、ぜひ提供してください。提供してください。なんでこれ真ん中提供してください。なんか盛りだくさんになっちゃいましたね。あ、そうね。意外にね。まあなんか操作自体は多分少なくて、結構僕らで喋ってたんで時間かかったんですけど、割とシンプルに簡単にいけるっていうことが。マウンティングセンターの説明が長かったですね。あ、まあまあそうです。まあでもこれって大体 どうかっていうのは分かった。もうあれですよ、これ以上伝えることはないですよ。うん、そうあとはもうデバイス開発とかちょっと見た目であまり派手じゃない、うんうん、そう、はいはい、じゃあそういうことで今回は終わりたいと思いますね。今日は、リボタンのお話をしました。まあちょっと皆さんIoT インアクションに参加してない方はいつこれが手に入れられるだろうみたいなのはちょっとまだありますけども、まあね、そうですね、おいおい、うん、おいおい、はい、おいおい、な、まあおいおい、はい、微妙な感じですけどはい、じゃあ以上で終わりたいと思います。じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。